次に平山浩二君の質疑を行います。はい、平山浩二君。はい、青森県選出の平山浩二です。早速ですが TPP 問題について質問をいたします。昨年暮れの総選挙で自民党は TPP に関する選挙公約6項目を掲げました。2月の20日、総理の訪米前、ですね、前日オバマ大統領との会談を予定し、交渉参加に踏み切るのではないかといった緊迫した場面でもこの本予算委員会で質問をさせていただきました。改めまして、この自民党の TPP に関する選挙公約6項目について非常に大事な部分ですので、総理にその箇条書きを簡潔にお答えいただきたいと思います。はい、安倍内閣総理大臣。まず正規なき関税撤廃を前提とする限り交渉参加に反対する、これは自由民主党の政権公約であります。そしてその上に立って J ファイルも発表しているわけでございますが、これは政策集でございます。この J ファイルはですね、自由貿易の理念に反する自動車等の工業製品の数値目標は受け入れない、そして国民皆保険制度を守る、次に食の安全安心の基準を守る、そして国の主権を損なうような ISD 条項は合意しない、そして政府調達、金融サービス等は我が国の特性を踏まえる、以上であります。はい、平山君。はい、今政権公約と政策集というふうに分けましたが、この点は後ほどやりたいと思いますけれども、パネルをご覧ください。正規なき関税撤廃1番、2自動車関連、3国民皆保険、4食の安心安全、5 ISD 条項、6政府調達金融サービスというものです。よってこれらが最低限守られなければ TPP には参加しないという、現在は日本国家としての私は判断基準、参加の前提条件だと理解しております。そこでまずこの6項目については、総理または林農水大臣とも前回の予算委員会や農林水産委員会でもたびたび確認をさせていただいております。手元に議事録をしっかりと持っておりますけれども、この6項目が TPP 交渉参加の前提条件という認識で、よろしいか確認の意味も含めて、これは林大臣の方にお答え願いたいと思います。農林水産大臣。今お示しいただいたものはこの自民党の選挙公約ということで掲げていただいておりますが、この1項目目、すなわち正規なき関税撤廃を前提とする限り交渉参加に反対すると、まさにここが交渉参加に対してどう判断するかと、読んでいただければ分かるように最初から全部撤廃するという前提ならこれは難しいでしょうねという公約になっているわけでございます。でそれ以外の2から6というところは、私も何度も平山先生とも農林水産会でやらせていただきましたし、会見でも申し上げてきたところでございますが、こういうことがあらかじめ明白な場合はですね、交渉参加という判断は難しいだろうと、したがって、そういうことではないということですし、それから今後もですね、正式な、交渉ということになってくれば、これをきちっと守っていくべく交渉で、努力すると、こういうことだと思います。はい、平山君。はい、今の林大臣のお話でこの6項目はしっかりと守るものだということで理解します。そこで総理にお伺いしたいんでありますが、しっかりと確認したいのはですね、この6項目交渉参加の前提条件であると同時に、今林大臣もお話になりました、現在ではですね、当然 TPP 参加を決断する際の前提条件判断基準ということでよろしいですね。安倍内閣総理大臣。これはもうすでに、委員会等でですね、お示しをしている、答弁をさせていただいているわけでありますが、我々は先の衆議院選挙においてですね、
正規なき関税撤廃を前提にする限り、TPP 交渉参加に反対するという公約を掲げ、また先ほど申し上げましたように、それ以外にも、J ファイルに5つの判断基準を示して、政権を復帰したわけでございまして、私は選挙における約束をたがえてはならないと、このように考えているところでございます。そこで、先般の2月の首脳会談において、正規なき関税撤廃が前提とされるものではないとの認識に至り、至ったわけでございまして、それ以外の J ファイルで書かれた5項目については、交渉参加の条件ではなくて、交渉を通じて必ず守っていかなければならないものであると、念頭に入れておくべきものであり、交渉の中において、私たちは実現していくべくですね、強い交渉力を持って臨んでいきたいと、このように考えているところでございます。平山浩二君。はい、今のお話でですね、TPP、そのままで結構です。参加の決断する際の前提条件、判断基準というものが、1番と6番で分けて、1番と5から、2から5に分けてお話になっておりますけれども、私はですね、少し総理のこの2から6の部分を分けていっている。それで、そこをこれまでの答弁でいくと、努力していくというような話もあるんでありますけれども、これはおかしいと思うんです。これは確実に前提条件、判断基準として、参加を決断する際に、必ず守るということが必要であると、こう考えております。それはなぜかと言いますと、先ほど来言いましたように、自民党の選挙公約 J ファイルの中にですね、しっかりと書いております。安易な妥協を繰り返さぬよう、我が党として判断基準を、と6項目を示しています。しかも、昨年11月の21日、安倍総裁時代の記者会見では、公に向かってこうも言っております。これが、私たち自由民主党の政権公約であります。私たちの政権公約を貫く者は、できることしか書かない。できることしか書かない。ということでありますと断言しています。これが、それがいざ交渉に参加したらですね、2から5は、努力はするけれども、交渉の中で何とかして守られなければ、これはしょうがないんだという考えは私は違うと思うんです。6項目は TPP 参加を決断する際の前提条件、判断基準であります。守るべきものは守る。勝ち取るべきは勝ち取る。と繰り返し、日本の強い交渉力を持って、最低限、この6項目をクリアするのが、国民との約束、政権公約ではありませんか、いかがですか。はい、安倍内閣総理大臣。交渉参加とですね、参加は違うわけでありますから、まず、交渉参加についてはですね、正規なき、関税撤廃を前提条件とする以上、交渉には参加できない、という、この公約をですね、守らなければならないわけでありますから、この公約は果たせるという認識を持ち、交渉参加をするという決断をしたわけでございます。まさに交渉に参加をし、その交渉の中において、この残りのですね、5項目については実践をしていく、必ず実践をしていかなければならないと、こう考えているわけでございます。平山浩二君。その6項目はそうしますと、TPP 参加の条件なんでしょうか、条件じゃないんでしょうか、いかがでしょうか。はい、安倍総理。ですから、再三申し上げておりますように、交渉の中においてですね、我々はこの5項目について、必ず実践をさせていくということを申し上げているとおりでございます。はい、平山浩二君。これは守られなければ、それ、守られなくても交渉で、守られなくても TPP には参加するという考えですか。はい、安倍総理。再三申し上げておりますようにですね、我々は強力な交渉力を持ってですね、まさにこの5項目について、これも位置づけは違いますよ。公約と J ファイルでありますから、政策手とはね、しかし、その中において、お示しをしているようにですね、また、再三、もうこれは国会答弁でお話をさせていただいているわけでございますが、必ずこの交渉の中において、これを実現させていくということであります。
はい、平山君。今総理が位置づけは違いますよと言ったんですが、私は非常にこれはおかしいと思うんです。というのはここに自民党がですね、私の手元にありますけれども、昨年11月22日に発行したメールマガジン、これは自民党のホームページから持ってきました。その中で安倍総裁は我が党の選挙公約を発表しましたとメールマガジンに書いてあります。そして政権公約括弧ダイジェスト版でですね、ホームページの URL が書いてある。これが今言う総理の政権公約。そして次に政権公約括弧詳細版とあります。これが今で言う J ファイルのことだと思いますが、同じくホームページの URL が貼って、そこにリンクがあります。それをクリックするとですね、政権公約詳細版として J ファイルが出てくるんです。J ファイルが今でもホームページに私探してありました。 J ファイルは選挙直前に発表した政権公約を国民に向かって発信した、その後の経過がどうであれですね、自民党としてのこれは選挙公約であるというのは明らかなんです。これは選挙公約ということでよろしいですね。はい、安倍内閣総理大臣。いわば法的な、地位としてはですね、総務省に届け出してですね、マニフェストとしてお配りするものとしては、最初に申し上げましたように、J ファイルではありません。政権公約としてお示しをしたものが、これは総務省に届け出をしているものであろうと、このように思います。そしてその上においてですね、J ファイルとして政策集を私たちはお示しをしているというふうに理解をしております。平山浩二君。これはですね、奇弁だと思うんです。私はホームページに今でもあるんですよ。政権公約詳細版として URL が貼ってあって、その URL をクリックすると J ファイルが出てくるんです。政権公約詳細版で J ファイルということで、これは選挙公約ですよね。違いますか。はい、安倍総理。いわばですね、この詳細版について、詳細版というのは、公約したものをさらに詳細にですね、ブレイクダウンしたというものではなくて、自民党のですね、いわば、さまざまな部会において、これは目指すべき方向性だということについて、議論したものをですね、これは政策の目指すべき方向性として、載せているものでございます。いずれにせよですね、今申し上げていることとは別に、この6項目についてはですね、しっかりと今、この場でやっていくということを、お約束をしているではありませんか。このテレビを通じて国民の皆様に、これは交渉を通じて、しっかりと、私たちは実現をしていくということはお約束をしたいと、このように思います。平山浩二君。この午後の質問に回したいと思います。はい、残余の質疑は午後に譲ることといたします。午前1時に再開することとし、この際休憩いたします。参議院会を再開いたします。平成25年度総予算3案を一括して議題とし、外交内政の諸問題に関する集中審議を行います。休憩前に引き続き質疑を続行いたします。平山浩二君。平山君、午前の議論でも明らかなようにですね、自民党の選挙公約 TPP に関する6項目パネルにありますけれども、これは総理はできることしか書かないと、公約がいつの間にかそれが目指すべき方向性に変わってしまっております。結果としてですね、安倍内閣の選挙公約である6項目は私はただの掛け声、自民党の選挙公約6項目が守られなくても TPP に参加すると、こういう午前中の理解でありますが、いかがでしょう。はい、安倍内閣総理大臣。私が申し上げたことをですね、正確に言っていただきたいと思いますが、まずですね、正確に申し上げますと、自民党の選挙公約に書かれたものはですね、その6項目のうちの一番最初のものでありまして、正規なき関税撤廃を前提条件とする以上、交渉には参加できないと。これはまさに自民党の政権公約としてお配りをしているものでありまして、これは御党もそうだと思いますが、各党はですね、御党はその前の前進の段階で、選挙を打っておられますから、今の党名ではないと思いますが、総務省にですね、総務省にいわば統計で行って、これを公職選挙法上のですね、公約として、そして選挙中にこれは配れるものになるわけでございます。
で一方、JF ファイルはそういう位置づけではない、わけで、ございます。で、JF ファイルについては、これは選挙の以前からすでに自民党は政策集として作っている、いわば自民党の政策集でありまして、私たちの位置づけはそういう意味において違いますよということは申し上げております。しかし、いずれいたしましても、私はもうすでに予算委員会で申し上げておりますように、この6項目において、まず最初にですね、最初の第1項目目、今申し上げた点についてはですね、これは交渉に参加する前提条件でありますから、正規なき関税撤廃ではないということを私は確信いたしましたので、交渉に参加するということになったわけでございます。そして第2項目から第6項目にかけまして、これは J ファイルに書かれたものではありますが、しかし、この項目、食の安全等ですね、安心安全等をしっかりと守っていくということにつきましては、これは交渉を通じて、参加をするまでにおいてですね、交渉をしかし通じてですね、しっかりと、これは確保していくということはお約束をしているとおりでございます。はい、平山浩二君。今、交渉を通じて確保していくということでありますけれども、それが守られないときはそうしますと、TPP に参加しないということですね。はい、総理大臣。ですから、私は交渉を通じてですね、私はしっかりとそれを実現をしていくということを申し上げているわけでございます。はい、平山君。交渉を通じてそれをしっかりと実現をしていくと、実現されない場合は、これは参加しないということですね。はい、総理大臣。しっかりとしたですね、交渉はもうすでに、まだ交渉には、我々、交渉自体にですね、正式には参加をしていないわけでありますが、すでに私たちはさまざまな努力をスタートし、そして交渉チームをですね、しっかりと構成しております。強力な構成チームを作り、設置交渉官、そして担当大臣のもとにですね、しっかりとした交渉チームを作りですね、その強力な交渉力のもとに、我々はこの6項目、いわば2項目目から2,3,4,5,6 ですね、これをですね、ちゃんと、実現すべくですね、我々は交渉していくということであります。はい、平山君。今も最後の語尾が実現すべく交渉していくと、これをが守られない場合は参加しないという確約がいただけないんですね。よって、私青森県選出ですが、国民の理解もこういうことだと思うんです。これ3月12日東京都内で行った青森県選出国会議員への要請書がこの手元にあります。こう書いております。安倍総理が TPP 交渉参加を決断することは国民との約束を破る背信行為であり、許されない暴挙であると言わざるを得ず、農業と地域を守る立場にある JA グループ青森としてはこれを認めるわけにはまいりません。地域の民意を受けて当選した議員は TPP 交渉参加に反対すると訴えたえていたものであり、その過半数が反対しているにもかかわらず政府が交渉参加することは議会制民主主義を無視する暴挙であります。我々 JA グループ青森は政府の交渉参加への前のめりの姿勢に大きな憤りを覚える中で、消費者団体、医療関係団体などとの地域における連携を一層強化し、 TPP 交渉参加に断固反対して戦っていく覚悟でありますと、こう言っているわけです。総理、これが国民の声であり理解です。よって、この時点ではですね、まだ交渉参加ですけれども、この政権公約、先ほど掲げた6項目というのは、参加の前提条件という国民は理解なんです。判断基準でもしないとすればですね、国民との約束をたがえる、総理がこれまで言ってきた、それが国民との約束をたがえることになりますけど、いかがでしょう。はい、安倍内閣総理大臣。公約においてですね、私たちは、再三申し上げておりますように、正規なき関税撤廃を前提条件とする以上、交渉参加には反対する、この公約を借りて、我々国会議員は選挙を戦い、そして当選をしてきたわけであります。だからこそですね、2月の首脳会談において、この公約をたがえることにはならない、正規なき関税撤廃を前提条件としていないということですね、ということは首脳会談においても私は確かめた
わけでございまして、まあ、ですから、まさに私たちはですね、選挙でお約束をしたことは決して違いないということは、申し上げておきたいと思います。平山浩司君、はい、今の総理の答弁ではこの6項目に対しては違いないと必ず守るという理解で、よろしいですか。それともですね、交渉参加後はですね、交渉参加までが公約で交渉参加後はそれは公約ではないんだという今のお話ですか。どちらでしょう。安倍内閣総理大臣。つまり今6項目の一番最初のものはですね、正規なき、関税撤廃を、前提条件とする以上ですね、交渉参加には反対すると、まあ、これが、私たちの公約で、あります、まあ、これはまさに、総務省にお届けをした、公約でございまして、まあ、だからこそ、日米首脳会談においてですね、ここを確認し、正規なき関税撤廃を前提条件とはしていないということをですね、私は確認し、そして交渉参加を決意したわけであります。まだ正式に交渉に参加をできておりません。まさにこれからであります。そして交渉に参加をし、そしていよいよこの TPP がですね、どの国においても発行していくわけでございますが、その上においてはですね、しっかりと交渉の中において、この2項目目から6項目目までに至るものですね、職員の安心安全をしっかりと守っていきますよ、あるいは皆保険を守っていきますよというものについては、私たちはしっかりと実現をしていくということは再三、この質疑においてもお約束をしている通りでございます。はい、平山君。はい、今総理の方から明確にこの2項目目から6項目目必ず実現していくとテレビの前でもしっかり話したということで約束をいただきました。ここが大事です。もう一つ確認します。林大臣がですね、3月11日 NHK の番組で日本の主張が受け入れられない場合の対応に関しその場で席を立って帰ることだって視野に入れればいいとを指摘したと報道されています。これは交渉参加後表明後の発言ですから私は非常に重いものであると思います。一部では農林水産業者を安心させるためのリップサービスではないかとこうも言われているわけですが私は尊敬する大臣ですから決してそんな軽々しい言葉は言わないとこう思っています。当然大臣は国民との約束をたがえては政権公約の6項目の約束が守られなければその場合は席を立って帰るとこの覚悟があると私は示したものだと思います。総理にもお伺いします。総理にもこの6項目が守れなければ席を立つ、脱退をするという覚悟があるということでよろしいですか。林農林水産大臣。私の NHK でのものがございましたので、ちょっとその、番組の内容、今、ちょっとご通告もなかったものですが、思い出しておりましたが、確か評論家の方との、対談という中でですね、お二人おられたんですが、一方の方が、もう最初からもうこれは負けが決まっているかのようなですね、お話がありましたので、過去の例も引きまして、あらゆる交渉というのはですね、もう一方的に最初から決まっていて、もうこれにサインしなければ、あなたは入れませんよと言って、優位諾諾と入ってしまうしかないんだと、こういうようなものではありませんと、したがって過去の例においても、途中で脱退したということはありますしですね、そういう最初から決められていて、全く交渉の余地がないということであれば、今、先生がおっしゃったようなこともですね、きちっと視野に入れてやらなきゃいけないと、こういう趣旨で多分申し上げたことだったというふうに思っております。浩司君。はい、全く交渉の余地がないということであれば、脱退するということです。全く交渉の余地がないというのは、政権公約であるこの1から6、これが守られるということであって、これが全く交渉の余地がないということであれば、これは国民との約束をたがえる、政権公約の6項目が守れないということで、席を立って脱退する、その覚悟があるということで、総理、よろしいですか。はい、安倍内閣総理大臣。これはですね、まさに今これから交渉するわけですね、いわば、交渉当事者、
我々当事者ですが、まさに最前線で交渉するのは林大臣もその中の一人でありますが、当然ですね、そういうような覚悟を持ちながら交渉していくという姿勢を見せていくことについてはですね、これは交渉力を高めていくことにも実をつながっていくわけであります。まさにこれから交渉していくという中において、一方私は総理大臣でありますから、その私がですね、最初からこの TPP についてそれは日本が壊しますよということをですね、今この場で申し上げるのは適当ではないと、こう考えるわけでありまして、まさに内閣としてこれ総合的になメッセージということをですね、相手に伝えていくことによって全体として交渉力をしっかりと確保し強化していきたいと考えております。はい、平山君。今の答弁ではですね、全然政権公約を守るその覚悟がないと言っているようなもんです。ここでですね、私は言いたい、これまで議論してきた TPP ですけれども、総理は国民的議論を行えないまま、忘れもしない3月15日、多くの反対を振り切って単独で交渉参加の表明をしてしまいました。交渉参加を表明してしまった以上、農林水産業のみならず、日本の将来像、国家の根幹に関わる TPP 参加の是非は、私は最重要課題であると考えます。甘利大臣は TPP 参加に関し、成長戦略実行の第一弾となるものだと強調したと報道されているように、TPP はアベノミクスの財政金融成長戦略という三本の矢の最後の一つに位置づけられており、何が何でも TPP に突き進むという政府の姿勢が透けて見えます。一方で昨年暮れの衆議院選挙で先ほどの JA グループの認識の通り、国民は自民党の TPP 反対を信じて投票しました。しかしながら実際は下の根も乾かないうちに TPP 参加がアベノミクスの成長戦略の柱になっている以上、自民党は堂々とTPP 推進を掲げ、7月の参議院選を戦うべきであります。数ある重要課題の中でも、選挙の時は TPP 反対、少なくとも国民はそう理解してますし、としながらも結局は交渉参加に踏み切った自民党の背信行為により、結局は未だに国民的議論が行われていない TPP 参加問題の是非です。政府自民党は TPP 推進、我々は明確に TPP 参加反対、これで7月の参議院選挙の最大の争点にすることが、国民の声を聞くことなく参加を表明した総理の役割、総理の最大の責任、責務であると思いますが、いかがでしょうか。はい、時間です。どうぞ一言でお願いします。しっかりと参議院選挙を戦っていきたい、その際にはですね、私たちが進めていく政策をですね、お示しをしながら戦っていきたいと思います。終わります。以上で平山浩二君の質疑は終了いたしました。